皆さんこんにちは。配当優待チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は配当金も嬉しい12月の株主優待を5名柄紹介します。ぜひ最後までご視聴ください。今回、利回りの計算で使う株価は2020年9月29日火曜日の終わり値を使います。それでは証券コード中に始めます。1718の三木工業。 ガス工事や住宅関係が中心の会社です。事業内容は建設、設備、住宅、不動産賃貸、その他となっています。売上が多いのは住宅で全体の39%を占めています。利益率が高いのはその他で31%です。年初来高値は1月6日の4230円です。現在は高値からマイナス18%。 円円円円ののととなっってていいますす初来安値は3月17日の円で安値値は月日ででから見るるプラス円上がっている状況です財務については安心できる状況で自己資本比率46% 流動比率、百三十八パーセントとなっています。営業キャッシュフローマージン比率は、四点六パーセントと、普通な感じです。利益率も悪くなくて、営業利益率、四点五パーセント、純利益率、三点六パーセントとなっています。そして RO、e、roe 八点二パーセント、roe 三点八パーセント。と、お金を稼ぐ力は、まずまずといったところです。利益率がもう少し高ければ、バッチリです。 前年の配当金は140円で配当成功が14%でした。今回の予想は100円で利回りが2.9%となっています。経理確定は6月と12月100株34万6500円で野菜が1年間で3000円分もらえます。サラダコスモという会社の野菜の詰め合わせがもらえます。ブロッコリーの新芽や豆苗などです。 100株以上の保有で一律の内容となります。値段は公表されていませんが、ざっくりと計算すると、1500円相当のものが年2回で年間合計3000円です。優待利回りは0.9%で、配当利回りと合わせた総合利回りは3.8%となります。3105の日清坊ホールディングス。 事業内容は無線、通信、デバイス、ブレーキ、精密機器、化学品、繊維、不動産、その他となっています。売上が多いのは無線、通信で全体の30%を占めています。利益率が高いのは不動産で62%です。年初来高値は1月9日の1065円です。現在は高値からマイナス31%。 マイナス325円の740円となっています。年初来安値は3月23日の574円で、安値から見るとプラス29%、166円上がっている状況です。財務については安心できる状況で自己資本比率40%、流動比率159%となっています。 営業キャッシュフローマージン比率は5.2%と普通な感じです。営業利益は過労死で出ていますが、最終的な利益はマイナスです。前年の配当金は30円で配当成功がマイナス76%でした。今回の予想は30円で利回りが4.1%となっています。権利確定は12月1000株。 74万円で自社グループ製品が1年間で3000円分もらえます。1000株以上の保有で一律の内容です。クッキングシートなどの詰め合わせがもらえます。優待利回りは0.4%で、配当利回りと合わせた総合利回りは4.5%となります。3405のクラレ。事業内容はビニルアセテート、イソプレン、機能材料、 繊維、トレーディング、その他となっています。売上が多いのはビニールアセテートで全体の39%を占めています。利益率が高いのはビニールアセテートで18%です。年初来高値は2月6日の1389円です。現在は高値からマイナス24%、マイナス328円の1061円となっています。 年初来安値は3月17日の920円で、安値から見るとプラス15%、141円上がっている状況です。財務については安心できる状況で自己資本比率48%、流動比率241%となっています。営業キャッシュフローマージン比率は16.6%と優秀です。営業利益は結構出ているのですが、最終的にはマイナスです。 前年の配当金は42円で配当成功がマイナス738%でした。今回の予想は40円で利回りが3.8%となっています。権利確定は6月と12月1000株106 10万1000円でカタログギフトが1年間で3000円分もらえます。1000株以上の保有で一律の内容です。 3年以上の保有で1万円相当にグレードアップしますちなみに6月の権利確定としてカレンダーがもらえます優待利回りは0.3%で配当利回りと合わせた総合利回りは4.1%となります5301の東海カーボン事業内容は黒営電極カーボンブラックファインカーボン 精錬ライニング工業工業炉関連その他となっています売上が多いのはカーボンブラックで全体の39%を占めています利益率が高いのは国煙電極で43%です年初来高値は9月29日の1155円です現在は高値からマイナス1% マイナス十円の千百四十五円となっています。年初来安値は、三月十七日の六百六十六円で、安値から見るとプラス七十二パーセント。四百七十九円上がっている状況です。財務については、安心できる状況で、自己資本比率四十五パーセント、流動比率二百二十九パーセントとなっています。 営業キャッシュフローマージン比率は15.9%と優秀です。利益率もかなり良くて営業利益率20.7%純利益率12.2%となっています。そして ROE16%ROA7.1% とお金を稼ぐ力はバッチリです。総資産の割に売上は低めですが利益率が高いのでしっかり稼げています。 前年の配当金は48円で配当成功が32%でした。今回の予想は30円で利回りが2.6%となっています。権利確定は12月100株114,500円でカタログギフトが1年間で2,000円分もらえます。1年以上の継続保有が条件です。3年以上の継続保有で3,000円にグレードアップします。 ちなみに1000株だと1年未満でも2000円のカタログギフトがもらえます。そして1年以上で3000円、3年以上で5000円となります。利回りで考えると100株保有がベストです。有待利回りは1.7%で、配当利回りと合わせた総合利回りは4.4%となります。長期保有の場合は、有待利回りが2.6%で、総合利回りが 5.2%となります。8304の青空銀行。事業内容は、預金、上都制預金、債券となっています。売上が多いのは預金で、全体の97%を占めています。年初来高値は、2月6日の3110円です。現在は高値からマイナス42%です。 マイナス1300円の1810円となっています。年初来安値は7月31日の1687円で、安値から見るとプラス7%、123円上がっている状況です。財務については自己資本比率8%となっています。営業キャッシュフローマージン比率はマイナス155.2%です。 最終的な利益が15.3%なのでかなりいい感じです。そして ROE6%、ROA0.5%、e、RO となっています。前年の配当金は156円で配当成功が65%でした。今回の予想は122円で利回りが6.7%となっています。 1>, 1年で4回配当金がもらえるということでアメリカの銘柄みたいです。権利確定は3月と6月と9月と12月100株18万1000円で優待券がもらえます。金利が優遇されたり投資金、投資信託などの商品を買った時に優遇を受けれるというものです。私の場合はあまり使う機会がなさそうな内容です。 利回りの計算では優待の額をゼロとしています。優待利回りは0%で、配当利回りと合わせた総合利回りは6.7%となります。今回の動画は以上です。次回もお楽しみに。バイバイ。